どうもかげやんです今日はですね続けている朝食メニューということについてお話ししたいと思います、えー、基本的にねあのー、僕は朝食は、えー、食べないようにしています食べるっていうその、えー、食事、えー、ご飯とか味噌汁とかね、えー、おかずとかそういう食事はこうしないようにしています、えー、これは結構続けてますねだいぶ続いているんですけどもほんで、えー、朝食に何をとるかというとですね あの3つ今今日はあげたいと思うんですけど1つがね、えー、リンゴスウォーター、えー、リンゴスウォーター勝手にこ,こんな言い方してますけれどもあのコップにね、えー、リンゴ酢ありますよねリンゴ酢をちょっとこう、えー、適量ちょっと垂らしてそこにこう冷たい水、えー、冷蔵庫で冷やした水をこう入れてほんで、えーまあ、あの混ぜる混ぜてそれを飲む、まあ、1発目、えー、朝一番に飲む、えー、ものがそれになります。 だからリンゴ酢が入ってることによってですね、えー、酸性からアルカリ性へこう寄せていく体を寄せていく状態になるんでですね、えー、体がねこう目覚めていくというかねその疲れて,こう疲れてこう眠っていた体を起こすような状態ですね、えー、になるかなと僕の感覚の言い方ですよその体がどうなってるかというのはちょっとしっかりしたことは分からないですけどもとにかくそのリンゴ酢,酢を。 体に入れることによって朝こう目覚めていくという状態になりますね。でこれをこう飲むと、でこれをこうコップ一杯、結構おっきめの僕コップなんですけども、それをコップ一杯飲むということをしています。そしてですね、えー、まあ朝のこう準備をした後にですね。 えー、ジュースを作りますす、えー、あれですねミキサーでジュースを作るんですけどもミキサーでジュースを作るその中身がですねリンゴまずリンゴですよリンゴ人参じんで生姜これをね、えー、ちょっとカットしてですねほんでミキサーに入れますそこに、えー、冷たい水まだ冷たい水なんですけども、えー、冷たい水を、えー、入れますほんで、えー、最後にですねオリーブオイルを垂らしますオリーブオイルを垂らす そして5分間混ぜて出来上がったものを飲むと。で僕は量的に言うとですねあのビールジョッキありますね。ビールジョッキがあるんですけどそこにこうなみなみとつぐギリギリまでつぐ感じですね。それをこう一気に飲み干す。これをしていますね朝ね。これをしています。これはずーっとほんまにずーっと続けてますね。 えー、独立してからはもちろんのこと、独立前、あ、ちゃあ、独立して、独立して、えー、2年ぐらい経ってからかな、してるんで、えー、っと、うんもう5年はしてると思います。5年はそういう朝食にしてます。で、ここにね、 去年からちょっと加えたものが、えー、バナナとトマトですね。これはちょっとこう固形物というかジュースとかそう飲み物ではないんですけども、えー、バナナとトマトを食べるようにしてます。でこれを食べるきっかけは僕はちょっと、えー、ネットで調べてですね。その 自律神経を整える、えー、副交感神経がこう優位になるというかその自律神経が整う、えー、食事というのは何なのかなって調べた中の,、ね、その栄養素の中にそのバナナとトマトを食べるといいっていうことが、えー、書いてあったんであほんなこれを取り入れようということで、えー、バナナ、えー、1本とでト,マト,トマトをカットしてで食べると。 でえー、僕の両親、えー、家族もです、ねえー、食べてもらうようにしてますそんでさっき言ったりんご人参生姜しょの、えー、オリーブオイル入りの、ね、ジュースも、えー、家族が飲んでもらうようにしてますほんでリンゴ酢の水、えー、リンゴ酢ウォーターに関してはですね、えー、親はですね僕は体にいいと思って勧めたんですけどもちょっとね胃にくるということでね、えー、胃に負担がかかるということで朝はそれは飲めないということをやったんで、えー、それは僕だけが飲んでいるという状態です 状態になってます。でこれをずーっと続けている状態ですねこれで、えーえー。これ一つだけではないんですけどもこれもまあ続けることによっての,その体の状態いい状態をこう保ってるんかなというふうに考えています。だから朝のねこの時の状態っていうのはすごくいい状態であるかなというふうに僕は思っております。うん 今のととこころこれを変えようといういい気持ちはないですねただ何かこう取り入れてみようというものがあればですね取り入れていきますけども今のところはこれでいこうかなと思いますあ,あそれともう一つですね豆乳ですね豆乳をちょっとコップえー、3分の1ぐらいですかねえー、200 280ぐらいの、ね、コップに3分の1ぐらい入れてそれをこう飲むあそれとアーモンドミルクですねアーモンドミルクはこれはね4分の15分のぐらいの量ですけどもそれも飲むようにしてますだから大体がその飲み物になりますね朝はねで、えー 胃腸に負担をかけない状態にするということなんですけども、えー、朝はねこう排泄の時間って言われてるんですサーカディアンリズムで言うとですね、えー、朝の4時から、えー、昼の12時、えー、正午までがですね、えー、排泄の時間っていわれるそのリズムがこう人間のリズムとしてはその排泄の時間なんで排泄にエネルギーを使うと効果的にこう使えるということで、えー、その消化に、ね、エネルギーを使うとですね せっかくの排泄の時間に消化にエネルギーを使うと排泄にエネルギーがこう、えー、回りにくくなるんでですね、えー、なるべくその時間はこう消化にいいものを食べた方がいい、えー、それは果物であったりこう、まあ、野菜類というかまあジュース類ですね、えー、そういうものを取る方がいいっていうことをこう、えー、僕は読んでそれを僕は取り入れてるということですね、うん、確かにそうなんだろうなというようなこう僕の実感はあります。 でえー、お腹がね、えー、慣れない間というか結構11時ぐらいにこうお腹が空いてきたりするんですけども、えー、その辺はね僕の中でこう。 お腹が空いてきたし、これはいいぞと思ってるんですね。そのお腹空いてまあ飯食いたいっていうよりはですね、その空腹時間をこう楽しむじゃないですけども、空腹になってるからこれがこう、えー、こういろんな細胞とかなんやかんやがこう活性化されて、よりこう健康になっていくなというような感覚でこう捉えています。だから、えー、それでね、えー、まお腹が空くんですけどそれ まあ、タイルとか水飲んだりしてちょっとこう、えー、そのまま過ごすとですねちょっとお腹の空き具合がちょっとマシになるんですねでマシになってくるっていうことはですねほ当のこの空腹の感じじゃなくてその習慣でお腹が空いてる状態になってるだけということですねで、えー、お腹が空いてきてですね、えー、眠くなってきた場合はですねほんまにこう食事を取らないといけないということですね、えー エネルギー補給ですねその食事をできないので、えー、お腹が空きますよねでお腹が空いてそこで取れなかった時に、えー、なんかこう例えばイライラしたりとかなんか違う 感情になるとですね、それはただ単純にこう脳がその欲しがってるだけであってその体がほんまにその欲してるという状態ではないというふうに僕は判断します。でほんまにね、えー、栄養を取らなあかんエネルギー補給をしなあかん状態になった場合お腹が空いてそれをそのままほっといて、えー、取れない状態になった場合体はね、えー、なるべくエネルギーを使わないようにしようとすると思うんでね。ということは眠くなるんですね。 で眠くなるということはそれはほんまに食事をしてのあかん状態ということですね。で寝てしまってエネルギーを使わない状態を作ろうとしてるということは、えー、そこにこう、えー、いろんな栄養素の補給が必要やという状態になってるんでそこはもうほんまに取るべき、えー、状態ということが言えると思います。ということで今日はですね、えー、続けている朝食ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。